なつきです。あみゆです。はじめまして。まだ緊張してます。緊張してます。はい、ということで今日は、コアクマギアの撮影なんですけども、はい、アミルさん、はい、撮影参加していただいてありがとうございます。お邪魔します。なんか、はい、普段はちょっとクールなね感じでよく見られることが多いんですよ、アミルちゃんは。でもあの実際はすごいおもろい女なんですよ。なるほど。すごい仲いいんですけど、レイズのレイズです。レイズ、私んちのレイズというキャバクラで働いてるちゃんなんですけど、クールにしてるつもりはないけど、人見知りすぎて、そう見られるかもしれない。なんか、もともとエース一緒に働いてたんですけど、最初出会った時、私入店したての時だったんですよ、うん、入店したてで18歳でお酒が飲めない状態で、で多分一発目についた次がアミルちゃん好きやって、うん、でアルマンドがバーって開いてたんですね。で、あのこう注いでくれるじゃないですか、私の分も注いでくれた時に、あ、すみません私飲めないんですみたいな、乾杯だけみたいな、こんなエース怖みたいな。あ、じゃあエースで言うとアミルさん先輩なのか。先輩が一応、まあ、でもそんな変わんない。そんな変わらへんけど、一応年齢だけみたいな、うん、で2ヶ月ぐらいか、2ヶ月ぐらい違うですけど、私からしたら誰がどんぐらい働いてるか知らないし、こんなアルバンドがいっぱい置いてあるお席、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。もともとここはエースのね、お姉さん方がやってる、うん、おばあちゃん屋さんで、知らないし、とりあえず着いた席で、うん、あ、すごいみたいな、こんなコロナの、もうコロナの時期やったんで、流行りたてぐらいの時やったんで、こんなのって六本木なんですよ、私もともと六本木なんですけど、六本木のお店がかそってたから、かそってたから、うん、エース来て、あ、こんな盛り上がってんだみたいな、うん、アルバンドすごい、このお姉さん売れてる人だみたいな、でもめっちゃ怖いと思って、最悪やね。そうや、最悪や、だからみんな同じこと思ってるもん。あ、そう、でもなんかさ、仲いい友達が間にいたからな、うん、そうそう、で、仲いい、私もその時同い年で一緒の時期に入った仲いい女の子が、そう、空気読めない子なんですけど、空気読めないからこそここと仲良くなれて、空気をね、読まないでいいから、なんかこうガツガツ喋りかけてくれる人の方が仲良くなれるから、で、ご飯行こうってその子に言われて、3人で、しかもアメルも入りたてで、なんなら緊張してたし、緊張してて誰が誰か分からんし、なんなら年下かも最初知らへんし、なんか、なんていうんだろ う全員的って思う。そうそうそう、全員的は言い過ぎやけど、22歳の時はまだ尖ってるやん、まだ大人の対応できひん感じだったから、もう誰も興味ないみたいな、誰みたいな感じだった。信用してなかった。信用してなかった、今も信用してる。人間って怖いやん。人間って怖い。特にやっぱりこう、エースグループ、そうキャバクラ、そう、みんな仕事みたいな感じ、怖いと思ってた私も。でもやっぱこう筋通ってるんで、たまに怒られますけどね。これはちゃうやろみたいな時がたまにあるんだ。しかもあみる、仲いい子って結構あの人見知りやからこそ仲良くなれた、あ、いただきます。仲良くなれた子ってめっちゃ大事にしたいタイプだから、なんかはって思って、なんか裏でなんか言うよりかは本人に伝えた方がいいわみたいな、うん、言うタイプやから、はっきりしてるんですよ。そう、だから一回うってなったけど、もう人に言いたくなるぐらい多分歯立ってるぐらいめっちゃやった時やすまんってなった時に多分言ってる、本人に。お怒りの LINE の冒頭に、友達やから言うんやけどってくる、うんうんうん、先輩とも、うんうん、後輩やったら言わんよみたいな、でも友達やから直してほしいから言うねんけどっていうので言ってくるから、スッと入ってきます。なんか仲良くない子に、めっちゃ素直じゃないいつもごめんみたいな、すいませんじゃん。なんか仲良くない子に何かされても多分離れて
く人が多いやん、みんな、うん、もうこの人性格合わへんわみたいな、うん、でもそうじゃないから、まあ、なんかめっちゃ怒りんぼみたいになってる、うん、そんな怒らんやな、そんな怒らん、マジ怒らんか、夏希さんが怒らしすぎてるのかもしれない。あ、それはある、それはある、これはマジだ。なんかちょっとぶっ飛んでるんだよ、はい、普通じゃないの多分見てて分かると思うんですけど。いやでもなかなか大人になるとこう怒ってくれる人っていないじゃないですか。いないし、なんか仲良くなれる人もいないじゃないですか。あ、まあ確かに、特にキャバクラとかで働いてたらなおさら、こっち上辺って言ったらあれですけど、うん、上辺でこう喋ったりとかあるけど、プライベートもずっと一緒にいるんですよ、うん、ケールって美味しい、ケール美味しい。夏がさ、うん、エース辞めるって話聞いた時どうだった？どうせまた言ってるだけやな、やばいやばい、ずっと辞めたがっていくみたいになるってみんな信じてなかったね。信じてなかった。で、なんか仲いいさ、グルちゃんにさ、アミタ、今回は本気って言ってあげてみたいな、うん、知らん知らんとかさ興味ないらしいです、私が辞めようが辞めなかろうが、うん、別にどっちでもいいですね、うん、まあ、もともと別に店舗は違うし、うん、別に会えるし、うん、で、私も東京行くことちょこちょこあるし、うん、大阪クリアどうせ、うんうんうん、から別になんかあんまりないかも。すぐ気軽に会えなくなるっていうのはあるけど、まあまあ別に大人だし、ファミリーだって遊びに行ってもご飯だけ食べて解散みたいなのも多いもんな、うん、飲み行くことないですね、うまいな、うん、お酒好きじゃないんですよ、うん、あ、そうなんですか、ね、お酒好きじゃないから。仕事中は飲むんですか？仕事中は変わったように飲みますね。やっぱこのオンとオフがあるってことですね、はい、お酒のバーは好きなんですよ、うん、みんなでイエーイみたいな、別にここで家になる必要ないもん、別に並んでいいし、なんかあとフリーとか座る時とかもお酒入ってる方が喋りやすい。でもアミちゃんすごいのがこんだけ売れてるのにちゃんとフリー使うんですよ。あ、つきます、めっちゃめちゃ。それはちゃんとフリー使う、みんなそうじゃない結構。そんなことない、使うなぁやつフリーの役入れないけど。言ってない、言ってない、そんなことは言ってない。どんぐらいで離れたんですか？3年ぐらいはエースいてました、うんうん、エースがオープンするってなった時に、うん、エースから2人抜かれたんですよ、ベースに、うん、の時に選ばれた1人です。めっちゃ嫌がってた最初は。そのタイミングで私もなんかもう新しいこと始めたいなとか、東京行く気になるなとか、いろいろ重なってたタイミングでレイズオープンになって、でまず人見知りやから、その環境が変わることが何よりも嫌みたいな。エースの時って私その友達がいっぱいいたし、先輩にも可愛がってもらってたから、バチバチ仕事ってよりかはちょっと遊びに行っちゃってた部分があったから、レイズ行ってこう新規行って仕事がなんかせっかくよりやってるんやったら仕事頑張った方がいいしって思ってた時期もあったから、もう行こうと思って。よかったね、マジでよかった。しかも店舗離れたからもっと仲良くなるんですよ。あ、そう、なんか同じお店やったらやっぱりなんかキャラ一緒やから、そうお客さんもちょっとな似てるんですよ、お客さん。でもお客さんもかぶってない、今かぶってない、なあの見たことないめっちゃおもろいお客さんめっちゃ多くて、見たことないおもろい、お客様は鏡やなっていうのはマジでその通り多分普通の女の子やったらこの人何言ってんのってちょっと困っちゃうようなやつをめっちゃ言われる、突っ込んでいくからどんどん、多分それはもう嬉しいやつ。なつきちゃんのお客さんはなつきちゃんじゃないと無理だよねみたいな。そうやな。ちなみにアミリさんのお客さんどういう人が多いんですか？私ワイワイ系ですね、なんか勝手に私よりも飲んでくれるみたいな。おアミル可愛いねみたいなのじゃない、おい飲むよアミルみたいな。そう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 、なのになんかめっちゃお金使ってくれるから、そう変だよ、だから変だ、確かに変だ、だから変だから、あんまりお客様に対してのストレスはガチでないですね。撮影決まって、うん、声かけた時から、うん、何喋るんだよ、うん、マジで喋りすぎて普段から喋る内容もないし、でもトークテーマとかあんのって言って、トークテーマなかったら見るよ多分無言やでみたいな、あんま喋ることない、喋ることないな、だってご飯の時めっちゃ喋らんもんな、たまに喋ってない、てかさ、みたいな感じで始まるやん。全然ノープランだよ、ノープラン。ねえ、分かった、めっちゃ仲良くなったきっかけ、うん、運動会じゃない、もう結構前なんですけど、3年前とかなんですけど、うん、エースの大運動会っていうのがあって、うん、その時まだエースいたから、エース、ラース、ニルス、藤崎のその4グループで対抗戦みたいな感じの運動会をしたんですよ。で、その帰りにそのエースの長かったお姉さんたちの6人組ぐらいでご飯食べに行って
て、お酒も入っててね、多分お酒飲む子もめっちゃおったから、まあ、そういうのから距離近なるじゃないですか。うん、間違いないです。でそれが秘密を共有したらね、そう言い出したよな、うん、なるほどですねもうちょっとそんな流れじゃないですけれども、なんか最近のこうキャバクラ事情じゃないんですけれども、うん、まあ、今お二人の話をたくさん聞かせてもらったんですけれども、ちょっと僕からもいろいろキャバクラについていろいろ聞かせてもらいたいなと思うんですけれども、なんかキャバ嬢の方とお客さんのそれこそ距離感ってどうなのかなと、お客さんからすればまあ、ちょっともちろん友達とか、まあ、会社の人とかとこうじゃあ一つ花を添えようじゃないけど、花として飲みに行くっていうパターンもあれば、恋をしに来るぐらいの人たちもいると思うんですよ、うん、でも結構日田新地ってさ、ワイワイ系多い、ワイワイ系が多くて、そのなんかお金持ちだろうけど、うん、遊びの範疇で抱けたらええわぐらいの、うん、あのガチの恋人にしに行くってあんまおらんくない？おる。エースグループがそういう色が強いんじゃない？有名だし、うん、この子を本気で落としたいとかよりもワイワイエースの女の子と飲めてる俺みたいなのが大きいと思う。ガチ口説きされたことないですか、お客さん？やりますよ。え？ないわけじゃないですか失礼誰が口説きたいですか元気がない時には絶対夏希。ああ。うつ病の人とか絶対夏希。うつ病の人は作りたくて行ったらさ、もうイメージがさ出来上がっちゃってるやん、お笑い系みたいな、うん、それで行ってんのってド M やろな、その人。うん、なんかな。じゃあそもそもで言うと、まあ、エースのお客さんっていうのは基本的に結構ワイワイ系で、うん、その一つの飲み会を楽しみに来てる、うん、あ、多い多い、関西人みたいな。関西人、ハイボールください、ハイボールで。じゃあ結構ワイワイ系が多くて、じゃあ一人で来るお客さんとかもいらっしゃる？全然いるいるいる、これは絶対。一人で来るお客さんっていうのはワイワイにはなんなくないですか？いや、私らがワイワイ、私らがワイワイ、二人で盛り上がってるみたいな。なるほど。し、一人で来て複数指名の人もおるしな。あー、おる。そうなんすね。そう、口説かれたことあるんかな？あるある。気づいてると思うんですけど、どうでもいいやと思います。言い過ぎやろお客さんおらんだろでも私がこんなんやから言いづらいもあるかも。もし何か言った時に私がバスって言ったら、ポンみたいになるじゃないですか。めっちゃある。私も今こんな感じやけど、あ、私のこと好きなんかなって思うお客さんもいるから、うんうんうん、しかも酔ったらちゃんと可愛くなるから。なんやそれ、カメラにかける酔ったら可愛くなるんですよ。なんや、普段の言葉遣いとかがちょっと優しくなって、あ、そうちょっとニャンニャンになるから、女の子と男の子あんま関係ないんですよ。好きな人の前でそうなんだよなって思う。そう、僕なんかするとこうやっぱキャバクラに行くならいい子がいたら、まあ、連絡先とかも交換するじゃないですか。そしたら結構期待しちゃうというか、うん、でなんかこう「ありがとね」とか来る一通の LINE でなんか「あれ？」みたいな。ちょ、危ないですね、キャバクラに行っちゃったら、ね、本当ですか？なんか騙されそうですねっていうのちょっと思ってたんで、なんかこう夢を抱きに行くお店なのかなとちょっと勝手に思ってたんですけど。あ、もちろんそれは。私らだってだって出会いお客さんしかおらへんでしょ、飲み方がさ、あのガチのもう一緒に帰ろうよね、一緒に帰ろう、でこれ下ろしたら帰ってくれるみたいな人と誰が帰ろう。私言われたことありますよ。あ、じゃあ口説かれたことあるわ。ああ、あるわ。口説かれたことある。口説かれるってあれですよね、一緒に帰りたいも口説かれるうちに入りますもん。もう入りたい、付き合いたいとかそんな、はい、あ、じゃあ口説かれたことある、うん、そのガチの告白とかガチの告白してくるやついなくない？確かに、この手紙言ってたら何下ろしたら一緒に帰ってくれるって言われて、何を下ろしたらとかないんだけど。それ嫌やんな、シャンパン引き換えてみたいな。そうそうそう、よう出たな例えばですよ、3000万バーン使われて、好きだから一緒に帰ってほしいって言われたら多分帰っちゃうと思う。そんな前にやってもらう、あ、ガチなんだって思うじゃん、うん、俺これするから先帰ってよとか言われたら、あ、言ってんのこいつになるけど、最初にそれをされたら、あ、こんなに私のこと好きにいてくれるんだって思うから、多分好きになっちゃうタイプなんですよ、そういうの。うんうん、夏希さんが言ってるのは、そのぐらいの迫力でいきなりボーンって来られたら、なんかこの人の覚悟というか本気度みたいな熱量がすごっていう風に感じる。私は全然それがオッケー派なんですけど、いないんですよ、してくれる笑うのかよいたらもっと売れてるなるほど。いないからこそ言えるのかもしれないけど、うんうん、それはさ、する人もいないし。お店関係なかったとして、じゃあ一男性で出会ったとするじゃないですか、はい、別にまあ今じゃなくても、うん、出会ったとして、私のことを好きな感じ出さへんけど食事に誘ってくる男とかってかっこよくない？あ、かっこよくないじゃないけど、なんかちょっと気にならん、なんで私誘われてるのみたいな。
何も食うみたいに思っちゃう。何も食ってきないよ。自分に興味ない感じで来る人ってちょっと恋愛テクニック高くないですか。それって多分男も女も一緒で、結局みんな自分に興味ない人は好きなんですよ。そうやな、みんな人間を追いかけたいんですよ、うん、手に入らないものが好きだから、うんうんうん、だから限定品とか好きなわけじゃん。深っ。あっつ、まあ、でもぶっちゃけ何されても別にタイプじゃなかったら好きにならへんよ。そもそも一番好きな人いるんですよ、お客さんの中で、うん、めちゃめちゃかっこいいの、飲み方がかっこいいよな、あの人なんか一気やな、めっちゃ一気やな、うん、あ、若い人にはできないなっていう飲み方をしてくれる人なんですけど、冗談では言うんですよ。俺お前のこと抱いてないのになんてことですか、わかんねーとかを言ってくるけど、そういう方っていうのは一人でいらっしゃるんですか。うん、この人はいつも会社の人とか、うん、接待とかでいらっしゃいますね。4,5 人とかじゃん、うん、だから口説いてこうやる、うんうん、でもガチで好きな子とか一人言ってると思うよ。ああ、なるほどね。それもそうだ、自分に興味ない感じだから行きやなと。うん、そうやと思う。これで口説いてきたら当たり前じゃないですか。うんうんうん、口説いてこないのにこう優しい方してくれるんだ、あ、人として可愛がってくれてるから、うんうん、じゃあいいお付き合いをしていきたいなっていうので、まあでもそう、人として大事にしてくれる人は人として大事にするから、こっちもその恋愛だけじゃないじゃないですか、キャバクラで飲む人って、うん、それはあるかも。くどくなってことです。なるほど、いいやな。ナイスコミ。まとめ方に出すか。いやでもなんかこう僕のイメージだとやっぱこう、まあ、エースとかこう有名店っていうかこう、うん、人気なお店って、うん、でか、まあ、例えばじゃあいいなって思う子がいるとするじゃないですか、僕がお客さんで、うん、であこの子めっちゃタイプだわと思っても、なんかこうもう戦いに乗れないなと思っちゃうんですよ。あ、言う人多いですね。あ、多いね。私らお笑い系だから言うてもなんかさ、そのなんか手の届かない存在みたいな感じ、うん、こんなんされなくない。私も黙って、あ、そう黙って、一本高いシャンパンを飲まずに、うん、ってやりたい。そうめん、そうめん、そうめん、あ、もうすぐ、そう、チャンス戻る。ブスではなかったとしても、うん、めっちゃ可愛くはないや、正味。だからもうマジキャラでいくしかないもんな。そうそうそう、気づくんですよね、どっかのタイミングで。あ、お酒が飲むんじゃないな。お酒飲んで、その仲いい、喋りで行ってるから結構長いお客様が多いから、そこは結構いいかもね。やっぱ色っていつかは消えちゃうから、うんうんうん、それはちょっといいとこかもしれないな、うん、お客さんとさ付き合ったことあるじゃん、うん、プレゼントとかさ、うん、買ってもらったりするじゃん、うん、返してって言われたことある？ない。ないんだ。だってアミル、まず自分で買うからな。そうだね。で、誕生日とかにあげたものを返してって言ってくるような人がいないな。そうだよね。うん、夏希はカニクリーム知ってるわよ。アミちゃんも知ってる元カレやけど、うん、付き合っててこれを買ってくれないんだったら、うん、いいやみたいなことを言ったわけ、うん、もちろんガチ彼氏だよ、うん、買ってもらって別れた。カニクリーム知らないじゃん。カニクリーム知らん。僕ちょっとなんかそこで質問なんですけど、キャバクラに通ってる時、好きで口説きたい時は付き合うのがすごいこう、例えばシャンパン開けたりとかプレゼントあげたりするのに、付き合ったら急になんかケチになるとかっていう人っていいの？そんなのないと思う。そんなのないです。釣り上げちゃったから、うん、もうなんかもうそこにはこう投下しなくていいみたいな人もいるのかなっていう。なんか私の客層がそもそもちょっと第一にちゃんと好きな子がいて、うん、2,3 センチみたいな。そう、多分ここでめっちゃ使ってると思うんですよ。うんうんうん、私に使ってくれるやから、うんうん、ここに大好きな子がいて、で、まあ飲みに行っておもろいぐらいの時にまたここに使ってるみたいな、でここに私がいるみたいな感じの人が多いから、一時期で何千万とかもらったこともないし、うんうん、そこで付き合ったから、うん、じゃあ使ってくれなくなったっていうレベルの額じゃないんですよ。うんうん、なるほどですね。自分が好きになる男の人が、うん、そのお金だけじゃなくて男気ある人が好きやから、あ、今レイズで頑張ってます、1位取りたいですってなった時に、あ、じゃあ俺がやったわみたいな人も多いし、うん、そもそも自分が男らしいじゃん、うん、それも男気あるじゃん、だからそれ上回ってくれなきゃ嫌なの。うん、他は勉強ポケモンのジムリーダーっぽくない？確かに高級なサトシみたいじゃん。赤シャネの女のアミルが勝負を仕掛けてきた。
テレテレテレまた関西人って言われるやん、こんなシャネルのロゴみたいなの着てる。アミルさ、あのハイブラ買うときってシャネルじゃないですか、絶対に、うん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 、でこれがタグのところにだけシャネルって書いてあって、はい、これがないって思ったシャネルいらないんですよ。へえ。ビトンの真っ白の T シャツあるじゃないですか、はいはいはい、いらないんですよ。でもロゴがないと、そうだってハイブラって分からへんのやったらその金額の本買う必要なくねってな、はい、マジザラでいいってなるからし、まだそこまで大人になれてないです。そのハイブラって分からへん服を着こなせるような大人になれてないのかな。あそれはあるよな、みんな違うんかな。これはちょっとごめんなさい、シャネルすぎる、これはちょっとシャネルすぎるって自分でも思うけど、なんかちょっとポケットにヴィトンのなんかあってもいいやんぐらいの、これはちょっとやりすぎ。なるほど。これはもうだって私がシャネルみたいな感じになってるやん、国旗、国旗みたいな、国旗。そう、それはこれ、これはちょっと例が一回なし。なるほど。おしゃれやから、まあ、いつもあの高いもの服マジマネしてくるんですよ、この人。私服ってなんかセンスないですよ、本当に。私服のだからなんか何回か断ってるの、あのルックブック系。あ、マジやめた方がいいです。マジお話にならないからやめた方がいいです、それは。一緒によく買い物行くんですけど、うん、私が買ったやつ、何つも買っとこうみたいな、これ何合わせたらいいの、何何みたいな、めっちゃ聞いてくるから、めっちゃ靴とかめっちゃ一緒の靴だ、シューズクローゼット一緒なあ。どうすか、質問来ました。あ、来てる来てる、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ありがとうみんな。あ、いいよいいよ。やっぱ、うん、お互いのいいな、羨ましいなと思うところは、まず一つ、うん、聞いたことないこんなの、若い、まあ当たり前のこと、うん、若い、まずこのポテンシャルでここまで、まあ、成功例のキャバ嬢で、うん、若いが私は羨ましい。おーエースの時に、ね、こんだけ頑張ってたらよかった私もって思ったのが、あーなるほど、私がエースのいた時って今の夏希の年齢ぐらいなんで、うんうん、戻れないじゃないですかやっぱり、はいはい、で別にそのまだ自分もそんな年取ったっていう自覚はまだないけど、うん、やばい、言うたら23とかやから。でも私からしたらアミちゃんと出会った時のアミちゃんの年齢すごい溜まってるんですよ。あ、そうやな、みんなに言われるで止まってるから、うん、あ、ちなみに26なんですけど、26歳だから逆に言ったら出会った時が20同い年だったんだみたいな、うん、え、じゃあすごいなと思った。確かにこうあの仕事を頑張ってるとかそういうことじゃなくて、うんうん、人としてすごいなって思うことが多かった。へ、うん、嬉しい、うん、キャバ嬢としてとかじゃなくて、キャバ嬢としてはだからやる気なかったよ、別に。言い過ぎ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 、そんなに言った。まあ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 、エースの時は多分私の方が頑張ってたから、うんうん、あと、うん、私めっちゃ本当に人見知りやから、コミュ力お化けやから、本当に誰とでも仲良くなれる、うん、若いからもあるかもしれんけど、その人の懐に入るのが上手、うん、こんだけ生意気でも可愛がられる。生意気な後輩って可愛いじゃないですか、可愛い、はい、でも一歩間違えたらめっちゃイキってるうざい後輩になるじゃないですか、はいはいはい、その塩梅がうまい、塩梅崩れた時に怒るんですけど、はいはい、でも結構上手それが、その東京のホステスさんとかって、うん、結構フンみたいな、まあ、フンじゃないですけど、うんうんうん、最初フンって見えるから喋りかけづらかったりするのに、ねね、可愛い可愛いと思ってたんですめっちゃ可愛いっすよね、夏めっちゃ好きやったっすみたいな感じやから、はいはいはい、もう向こうこんなんなっちゃったよ、もう、はい、おーみたいな、でも仲良くなってるから。なるほどですね、すごいと思う、それはスッと入ってくるんですね。なんか他にも質問ありましたね。あ、ほんまや、結構来てた。結局生物的にはどっちが上ですかえ、どういうこと、人間的に。なるほど、のどやんですかって来てる。全然怖く見られてるんですね、うん、お互いの好きなところはどこですか。おもろい、おもろい、終わり以上生きる上でのマインドってありますか。楽しかったらいいんじゃないですか。もう仕事もしないけど楽しかったらいいんじゃないですか。楽しみ。お互いの尊敬するところとどうしても許せないことありますか。どうしても許せないこと、酔っ払ったらずっとパウダー塗ってるとこ。テカるんですよ。テカるんですよ。汗かいちゃいますもんね。そうなんですよ、はい、私乾燥肌やから、はい、皮脂が頑張ってそれを直そうとする。やばい、テカってる。アミがやばい、テカってる。テカってないってしかも鏡見てテカってないことを確認してるからテカってない。分かってるから自分でもテカってないから。シャンパンを下ろしてもらうお願いをしたら知りたいです。お願いしない。人間関係じゃね。確かにその場ってより初めましての人に煽らんよ。
うん、私ローカルの店でやってた時かやってたことがあって、うん、テクニックがあって使ってください。お腹減ったよね、え出前とかあるじゃないですか。お腹減ったお腹減ったかなみたいな、でなんか頼んでいい出前を、出前頼んでいい、あいいよいいよ、うんお願いします、メニュー持ってくるわって言って、はい、シャンパンメニューを取りに行くわ、はい、で、戻ってきて何食べようかな、間違えたよ、これシャンパンメニューやった食うのやつ、シャンパンそうじゃないやんなぁ、なんでそばキャラなんで下ろすんそれ、よろしくね、絶対下ろすんだよ、黙れ持ってこいで前のメニューって冗談でも持っていけるじゃないですか、うんうん、それは例えばじゃ下ろしてくれないタイプの人やったとしても、うん、笑いで言えるから、なんかシャンパン飲んでいいっていうよりも、うん、そういう一個こういうのをやったら、それで例えば開けてくれなかったとしても、冗談じゃんみたいな、うん、何食べようかなとかできるし、はい、下ろしてくれたら、あこれで下ろしてくれる人なんやっていうのが分かるから、うんうんうん、逆に、じゃあその次の時、次来てくれた時とかも、うん、なんかお腹減ったくない出た出たって、そうそうそうって言ってくれたりするんですよ、一生腹減ってるやん、これすごいんが、私関東の女の子で面白い女こいつしか見たことなくて、いや、マジでですよね、関東こんなポテンシャルでかかってくる女いないっす、可愛い子とか、性格いい子とかはめっちゃいますけど、うん、ここまで面白い変な女いなくないですか、これ多分お客さん1人タイだったらちょっと分かんないですけど、これみんなで男5、6人とかで来てたら多分そういうノリになるじゃないですか、もう入れろみたいなノリになるんで、だから主導権握ってる私の使命とかよりもその周りの方が逆にこうとろしりが待ってくれるの、なるほどね、協力的な、振ってくれんだよな、振ってくれたりするし、それ夏木さんしかできないです。でもなんか私が思うシャンパンの煽り方って相手を不快にさせないことだと思う、うん、それは絶対そう、一番がマジ楽しいっていうテンションの時じゃない時に、じゃあ自分の売り上げ焦ってます、今日お客さんいないから煽りました、下ろすわけないから、そう、結構私あのお昼の起業家ぐらいめっちゃお願いで下ろしてもらいますけどね、へぇーほんまにシャンパン下ろしてくれへんっつってほんまに下ろしてくれへんお願いみたいな、見せてみて暇やな、ほんまお願い今下ろしたら倍かっこいいみたいなマジいいよ、そうなんですね、だから相手をこう相手のお財布事情とかを見て測れるじゃないけど、うん、あ、この方はここまで言ったらダメなんだなとか、うんうん、この瞬間はダメやなとか、そう、冗談でさんの時はダメやな、そう、冗談で持ってけたらそれが一番いい、そう、冗談が、うん、一番なんかその、で笑いを一個一つ入れれば一歩目は開くよね、断られた時も笑いに変えれるぐらいの、そうそうそう、変えれるじゃん、うん、笑いに、そのシャンパンのくだりって値段のあれって、うん、そういうやり方をしてましたね、私は、うん、2人はエースの中でお互いに一番仲いい人ですか、エースの中で、エースグループの中で、エースグループの中で一番仲いいと思う、はぁ、なんか、じゃあおらんやん、他に友達一番とかなくね、何一番、かっこいい、2番目がないってこと、オンリーワンってこと、次行こうフルーツジップは踊ってようってのね、ちょっと大好き、私フルーツジップは大好き、好きやろな、桜井ゆいちゃんアピールすな、あなたが一番ニューカワイと思います、ニューカワイ、これ使ってください、どうしてやめちゃうんですか、言ったよ、あ、言ってないか、どうしてやめちゃうか、うん、いやもうやっぱこうエースに来た時っていろいろ闘心を持ってきてたから、うん、そもそも18で来て20歳に帰るつもりだったんで、うん、東京にね、まあ、パッと東京の大阪のお客様を掴んで、うん、で東京に帰ろうみたいな、うん、でエースでナンバーワン取りたい、うんっていうのがあったから来て、うん、まあ、なんだかんだ長くなっちゃったけど、うん、もう観光でも出れたし、うん、ナンバーワンも取れたし、うん、こう目指してる自分の目標が分からなくなって、うんうん、何をしたいんだろう、何になりたいんだろうって考えた時に、うん、やりたいことがもうエースでなかったんですよ、うん、次は私がやりたいこととか、うん、でも東京でしかできないようなことばっかりだったから、うん、でも YouTube やりたいとか、うんうん、マーゲハンのモデルも本格的にやっていきたいとか、そういう夜のお仕事じゃなくて、うん、昼のそういう方に自分のな興味のあることにそうそうがやりたいなっていうのが多かったから、うん、もうじゃあ卒業しようと思って、うんうんうん、そうですね、やめますっていう話をしに行って、もうすごい心よく送り出してくれて、うんうん、まあそれはな、そんなマジよかったずっと
言ってた。一番最初に電話して本当にもうプラスの方で次のステップとしてやめてこうっていう、うん、いいよね。でもこの若さでちゃんと次のこととか、うん、自分の目標とかを立ててちゃんと確実にやっていくみたいなんて、うん、めっちゃ偉いよな。行き急ぎ女だって。うん、行き急ぎすぎ女だからいつもやばいみたいな、もう時間がない、もう23歳だって言うと、お前何歳やねんって言われる。23なんか家でゲームしとったらええって言われるな。友達営業が得意そうなお二人、どこへ持っていける方法を教えてください。すーちゃおすーでかいな、このままちゃお。どこまで行ってもお客様やから、そう、それは絶対に一線を越えちゃいけないけど、友達と接するみたいな接し方ではあります。仲いい友達と飲んでる、わ来てくれたありがとう、そう、お客様、目上の人は分かってるけど立てながらでも友達みたいな感じの接し方がまずということで、はい、今日はレイズのレッグアミリちゃんを呼び出して語ってみたという、はい、ありがとうございました、呼んでいただいて。普段こうないじゃん、こういう風にカメラの前で2人で喋るって。ないね。でもずっと喋ってたことも言ってたんですよ、 YouTube やりたいね2人でみたいな。そうやったら絶対おもろいよ、この普段のカメラが入ってない時の喋りとかを。そうだ、面白いと思うから、YouTube やろうよっていうのをやってて言ってたんですけど、やっぱアミちゃんが仕事頑張りだした時期とかっていろいろ重なってできなかったけど、そうね、そう、 YouTuber になれた気分やったから楽しかったじゃあよかったわ。あ、楽しかった、いい思い出になりましたあのレイズってその密着のカメラとかはあるんですよ、うんうん、でもそれって撮られてることを意識せずにただいつも通りにしてるだけやから、こうやって撮られてますよってなってカメラの前でちゃんと喋るっていうのがあんまりなかったから、でもなんかこれ仲いい子とかと喋ってる方が喋りやすいし、だいぶありがたい。楽しかったマジで。そう、僕もちょっといろいろと今日の撮影のためにいろいろちょっと下調べじゃないですけど、はい、色々見てきたんですけど、結構密着系の動画が多くて、うんうん、なんかこう素の部分があまり見えなかったんで、なんか営業がすごいとか忙しそうとか伝わってくるんですけど、なんでいろいろお話聞けてよかったです。大体ピリピリしてるしな、気づかれてる動画し、あの仕事中やからやっぱりなんかね、初めはフリーの席に座ってる時とかに撮られるから、やっぱどこまで言っても自分を出すっていうより今接客してるからみたいな感じになっちゃって、そうそう、私は自分を出して、本当におもろいんですよ、うん、今日マジ全然おもろくなかったけど本当におもろいんですよ本当におもろいから、だからなんかこんなおもろい人いないけど私も言ってるよね。そうだから、なんかよくあの進撃のノアチャンネルとかで、なんかこの子そんなに可愛くないのなんで1位なのみたいな、顔で売ってねえかなと思ってそのコメントもだいぶ失礼ですけど、マジ顔で売ってねえから分かってるから自分が一番みたいな、1位にしては別に普通じゃないみたいな感じやから、確か私は顔で売ってませんとだけ言いたい。可愛いですけどね。可愛いですけどね。だって可愛い子いくらでもいるもん、語れへん顔で、語れへんなという感じで、はい、アミルちゃんの素の部分が見れたんじゃないでしょうかということで、ありがとうございました、はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。